言うけど、独り言は、どうも、お久しぶりです、皆さん。あずまゆきの独り言。ねえ、なんかもう、だいぶご無沙汰になってしまって、ちょっと本当申し訳なかったんですけども。まぁ、ちょっともう多分ね、半年ぐらいやってなかったんですけど、まぁ、ちょっとね、その間、まぁ、ちょっと会社でうんこ漏らしたりとか、まぁ、ちょっといろいろあったんですけども、ねえ、まぁ、またこうやって復活できて、非常に嬉しいです。というわけでね、今ちょっとね、車の中いるんですよ。はい。ゴルフのちょっと帰りで、車の中で、私運転してないんですけども、はい。ちょっと運転しまして。なんとですね、今回、スーパースペシャルゲスト来ていただいております。この方です。皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。木村敦と申します。よいしょね、ご丁寧にね、もう全時間帯の人に合わせてね、おはようございますが始まりましたけどもね。いつ見てもいいですからね。いいですね。いいですね。今日ちょっと饒舌じゃないですか、木村さん。そうですね。はい。現在ちょっと、そうですね、絶賛ニート中ということで。絶賛ニート中。はい。でも、あれ、もう決まったんですもんね。あ、決まりました。12月からお仕事するんで。おめでとうございます。はい。ちなみに、どういう系の？あ、ちょっと製薬会社関係なんで、そうですね。今はちょっといろいろ引っ越しとかの準備で忙しいですね。あ、いいっすね。あれ、なんか茨城の方なんで。あ、そうですね。茨城のつくばなんで。はい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 。まあ、車もやっぱ必要になってくるんで、いろいろ揃えるものとかありますよね。車ね。うん。なんかちょっと噂に聞いたんですけど、車買ったとか、買わなかったとか。そうなんですよ。実は先日車を買ってしまいまして。おい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 、ちょっともう生意気なんですけど、あの会社に生言ってるね、手を出してしまって。それは生だよ。ちょっとお財布も厳しい、ね、お財布厳しいですね、はい、でもゴルフもね、結構行ってますよね。ゴルフもかなり行ってるんで。かなり行ってますよ、本当に。今日ゴルフどうでしたか？あ、今日はそうですね、いつも通りですかね。スコアは全然。スコアは今日は117っていうことで記録させてもらったんです。いいですね。回らせてもらって。いいんじゃないですか、117。まあ、自分の中ではいつも通りなんで、まあ、特に落ち込むこともなく。素晴らしいですね。はい、そのプラス思考を今後も仕事に生かしてほしいですね。あ、そうですね、ちょっと。そう、木村さんはね、なんといってもね、転職2回やってる、もう結構ね、プロ中のプロなんですよ、転職界の。そうですね、もう私の友人でも転職2回やってるのはあんまりいないと思うんで。そうですよね。私、もうあれなんですよ、私もね、転職1回やってるんですけどもね。転職活動、ズバリ何が難しかったですか？何が難しい、やっぱりしばらく働くことになるんで、自分にどれだけ合ってるかっていうのが、はいはいはい、仕事が合ってるかっていうのが一番大事ですね。まあそうですよね。やっぱりそう、自分もストレス溜まっちゃうタイプなんで、やっぱ職場合わないと無理ですよね。やっぱ、あ、そうですよね。まあだからやっぱ、ちょっとどうしても、手帳。おい手帳は。それはなしですか。手帳はなし。ああ、手帳はなしでこれから生きていくんで。手帳はね、まあそうですね、なしということでね。はい、お願いしますね。すいません、申し訳ないです。はい、まあ最近なんだっけ、彼女さんとはまあちょっとどうなんですか。いや、もうしばらく会ってないんで、かれこれもう3ヶ月以上会ってないんですけど。3ヶ月。それはちょっと危険ですね。危ないですね。危ないですよ、それは。あ、ちょっとね、ここでちょっと一曲聴いていただきましょう。もういきなりですか。はい、ニッシーで、まだ君は知らない。はい、ニッシーさんで、まだ君は知らないでした。ちょっとさっきのお話途中になっちゃったんですけども、はい、3ヶ月会ってない。3ヶ月以上会ってないので。それはなんでそういうことに。あ、ちょっとコロナがやっぱりまだ、収まっていなかったんで、ちょっと相手の方も、あんまりそういうのを気にして、あまり会いたくないってことで。あ、会いたくない。おまあでも、もうコロナ収まってきたんで、そうよ、はい、会いに、ね、
そろそろね、ちょっともう本格的に思ってるんで、待ってないと、もうこれ以上ね長引いちゃうとね、ちょっとそのまま自然消滅なんてことも、ね、それはちょっとまずいですね。でも一応 LINE は毎日してるんですよ。 LINE は毎日してる、徹底してますね。まあ、はい、そこでなんとか、まあ、なんとか大丈夫かなっていう、大丈夫だと思ってるんですけどね、今じゃあちょっととりあえず、じゃあ今ちょっとシミュレーションしますか。ちょっと久々に3ヶ月ぶりに会った時のシミュレーション、僕あの彼女役やるんで、ちょっとあの やりましょう。それをそんなどあの漫才みたいなことするんですか。漫才みたいなことしますよ。この一人ごとくは今日二人ごとなんでね、二人ごとの時はもう漫才になるって、あのこういうあのルールブックが決められてるんで。そうですか。じゃあやりますか。いきましょう。はい、あじゃああのそうだな、ハチ公前ってことにしましょう。あ、定番ですね。定番、ハチ公前、ハチ公前で待ち合わせ。あ、ごめん、あつしくー、待たせちゃったー。気持ち悪いな。ちょっとあつしくんごめんねー。あーしょうがないよね。電車が、電車混んでたからしょうがない。電車が。だってね、お便り行きたくなっちゃったんだ、あつしくん。どこ行けばいいかな、あつしくん。渋谷広いから分かんないよね。タッチションでもいいかな。あどうぞどうぞ。あいいんですか。やっちゃってください。こんなのあるわけないだろ、こんな。ないよな。なんかそんな彼女じゃないから。そうですよ。まあね、早いもんで、もう終わりの時間が近づいてまいりました。早いですね。はい、あとここでね、ちょっとね、一個メールが届いてるんですけども。ラジオネームインセクターともさんからです。木村さんは最近よく大丈夫だぞ、みんなついてるぞとよく言われてるっぽいんですけども、はい、実際それ聞いてなんか安心感だったりとかそういうのを感じてるんですかみたいな。そうですね、特に、はい、あの友人とゴルフ行くんですけど、ほうほう、やっぱり自分が最初に打つとき、一番最初の第一弾打つとき、はいはい、やっぱりそういうね声をかけてもらって自分的にはかなりありがたいと思って安心して打てるんで、あいいですね。そうですね、まあ、そういう言葉をかけてくれる友達は大事に、はい、これからもしていきたいですね。いいじゃないですの、はい、それもね、はい、ありがたいですね。ありがたいですよ、本当に。野球の時はどうですか、そういうの。野球はそうですね、なんかこの前なんか塁上で声かけられたような気がするんですけど、なんか三塁フェンス上でなんか野球の時は若干バカにしてる感じが入ってるんで、うん、やっぱそうっすかね、もうバカにしてる、バカにしてないと思うんですけどね、心配してくれてんのかなっていう感じ。当たり前じゃないっすか、そんな。やっぱそうなんですかね。当たり前ですよ、本当に。めちゃめちゃ心配してんだからこっちは。もうあのアチがいつうつ病になってもいいように、あのちゃんとメディカルサポーターもね、あの青木つけてるんで、用意してくれてるんですか。用意してますよ。あのどれだろう、H 涼介っていうあのメディカルサポーターが、 H 涼介、うん、H 涼介っていうメディカルサポーターがあのいるんでね、もうね、ちょっと今度挨拶してそうお願いします。万全でございます、はい、というわけでね、もう終わりですよ。あら、終わり、もうもうそんな時間ですか。最後に言い残したことありますか。なんか言い残したこと、そうですね、やっぱなんかあります。まあいいんじゃないですか、今後もおちんちんをブラブラさせるとか、そんな感じでいいですか。いいですね。もちろん OK ですね。わかりました、はい、ありがとうございます。さあね、今日も東ゆきの独り言これでおしまいになります。皆さんどうもありがとうございました。木村さんありがとうございました。ありがとうございました。また呼んでください。ありがとうございます。もちろんでございます。じゃあ最後にね、この曲でお別れでございますよ。皆さん、花澤香菜さんでね、恋愛サーキュレーション。せーの、でもさ。